こんにちは。速果塾の久保です。今日は4月29日、朝4時35分に相場解説をお送りしております。昨日京都ですね、まあ、ほとんど見ずに放置というふうには申し上げたんですけども、やっぱり気になって私見ちゃいました。個人的にはね。でも、皆さんにお届けする情報としては、まあ、今日も見なくていいよっていうふうにはお伝えしようと思います。でも、見なくてもいいよって言った裏で私が何を考えてるのかはね、えー、昨日京都 このチャート見ながらお話していきますねまずは昨日見なくていいよと言ったその午後です28日13時このようなな形になってました4時間の足なんですけどもまあランダムウォークっていってねこうズバッと伸びたのが下がっていってこちらを一つの基準としてね突き抜けていくのか跳ね返るのかなと見てたら途中で下の方に行っちゃったんでなんだこりゃと思ったんですよ。 なんかね、ダブルトップにもならないし、それから、はあ、バイの方に突き抜けてもないし、なんじゃこりゃと思ったんで、もう、もういいやって感じで頭を整理するために、えー、木曜、金曜はもう見ませんと、来月からにしましょうよ、来月からに、みたいなね、お話になりましたけども、金なって13時見ると、まあ、こうやってね、この力点突破してるわけですよ。あ、これはいけんと思ってね、すぐにエントリーをするのが、まあ、私なんですけどもね、エントリーをしたわけですよ、129円台の時に。さあ、時間を進めていきますよ。 慌ててエントリーして私は出かけていったんですけども、それから28日の14時なんですけども、N をね、これ仮説したっていのはどういうことかっていうと、NG になるんではないかなと思ってデイリーの方を見てるんですよあ。すいません、今これデイリーに切り替えましたからね、先ほどの4時間です。こういう風に来て、NG を書いて上がったと。もう一回ここで NG を書くんではなかろうかという風にエントリーしながら思ったわけなんですよね。まあですんで、ロスカットラインを設けて、あとは放置して、昨日はちょっと出かけておりました。 で、出かけて、14時ぐらいから出かけて帰ってきて夕食をとってなんだかんだしてたわけなんですけども、次の時間軸はこちらですね。えっ、ー、と、あれ、ちょっとすいません。こうですかね。はい。17時です。夕食をとる前なんですけども、お、完全にこれ NG ブレイクしたなと思って、130円の、まあ、131円にね、迫る勢いだったんですけども、私はここで、う17時だし、 今日はおまけのようにね、エントリーして買ったんでもういいかなと思ったんで、ここで決済しました。まあ、5万円ぐらいの利益になったと思うんですよ。気が抜けていても5万円というね、<laughs> ラッキーだなと思いながらだったんですけども、この後一時131円まで伸びたみたいですね。それが、まあ、昨日の値動きでございます。それでは今朝、先ほど起きましてね、チャートを確認しました。これが4月29日の4時半の冷やしです。冷やしは完全に 横ばい同然のところからですね、ブレイクアウトして、n 字を書いてもう一発、そしてもう一回今 n 字を書いているところなんで、今後もうますます倍の方に向かうと、まさに135円というふうに以前申し上げました。遅くても今年中には135円に達するだろうと。うんで、135円はとりあえず行くという前提で私はね、今年は今後見ていきますからね。で、134円、135円、このあたりで、えー、以前の、ね、あのー、過去の 値動きをお見せしましたけども、そこまで行ってる実績があるんで、あの、倍で上がるとしたら134円5円までいくと思うんですよ。で、そこを突破したらまたね、凄まじいところまで150円とかに達してしまうんではなかろうかと思いますけども、まあ、介入でも入らない限りは135円、そして135円を突破して150円までいくでしょうね。介入でも入らない限り。この前、口先介入を黒田総裁しましたけども、あんなもんではね、全然このテクニカルのファンダメンタルじゃない、なんだ。 ああテクニカルの方向っていうね、ことは動きません。結局はテクニカルの方向に行くんですよね。じゃあ次4時間見ていきます。4時間で私が捉えかねたのは、上昇したのが、こう言って、この力点をね、基準にしてたんですよ。私のテクニカルってのはいつもこうですから。ですんで、その途中で折れ曲がっちゃうのは私の頭のデータにはないわけなんですよね。ですんでやめたって昨日言ったんですよ。でもその後、W を書くように、この力点を、 もう一回突破する動きがあったんですよね。だからエントリーしたってことになります。はい、で、もうすでに私は決済しましたんでポジションがありませんけども、現在130円が131円間近のところに行ってますよね。一時期は131円を超えたのを私見たんですけども、まあこの辺でうろうろしてるよねってことです。1時間見ていきますよ。はい。前提としては今日もエントリーはおすすめしません。え、あのー、 よし、じゃあ倍で取っていこうっていうのは、まあ私はお勧めしないです。ランダムウォークはランダムウォークなんで、今1なんですよ。ただ先ほどの力点を超えたんで、あの瞬間は倍で取れたかなと。だから昨日のね、えっ、ー、と11時から12時、えー、そこから、んと夕方の17時から18時までの、この7、8時間で倍の動きで大きな利益を取れたっていうことは、これ結果論で、まあ見えた、見えたんですけどもね。うん、ただ、 皆さんにお勧めするのは今日も見ていきましょうということになります。基本的には131円を突破して135円に向かうでしょうけども、それがね、直近で起きるのか、うん、このゴールデンウィーク前後で起きるのか、それとも一旦下がって1年をかけてゆっくりとそっちの方に向かうのか、まだ材料が少なすぎてわかりませんので、私からはね、今、特に今日は動かないことをお勧めします、うん。まあね、だいぶ4月も利益を積んだんで、えここで焦ってね、 取りに行かなくてもいいじゃないかってことなんですよ。うん。だから、頭すっきりして、来月、また、一からやっていきましょう。まあ、前提としては135円の方に行くだろうな、というのは変わりません。うん、やばいね。うん。これからの日本は、どんどん安くなるでしょうね。いろんなものがね。うん。だから、輸入はきついですよ。結構。ただ、いいものを作って海外で売っていく分には、 日本企業は利益を取っていきますしまあ日本は内需の国なんでね仕入れたもので国内で売買を繰り返していくことによって国を内部から強化することができると思うんですよまあその辺は FX の相場解説はちょっとかけ離れますんでこの辺にしておきますまたね隠居 TV なのでその辺のことはお話ししていきますということで今日はちょっと休んだ方がいいと思います私はやりますけどねこっそりねそれじゃあ失礼します